どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は特別企画でございます。今ガズレレ&Gラボで秘密裏に、開発しているプロダクトがあります。まあガズレレというとですね、皆さんおなじみのこのガズの初めてウクレレ、こちらも今大好評いただいてます。初めてウクレレ、これ入門者とかプレゼントに最適。あとこっちのわがままウクレレ、こっちの方はですね、もうこだわり抜いた音色と最高の弾き心地、こんな感じでオリジナル商品をですね展開しておるわけでございますけど、今回皆さんにね、ものすごい今まで世の中になかった新しい楽器をご紹介します。というかまだ開発なんで、いつ発売とかそういうことじゃなくて、これからこれを持ってどういう風にやっていこうかという、まあちょっと待って、それよりまず見てもらった方が早いね。今何を開発してるかというと、今映します、これです。じゃ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 、何これ、これ何ですか、これ。これはですね、エレキギターです。エレキギターで、今ちょっと隠してる、ここ見て、じゃーんって、これはですね、まあ箱なんですけど、本当はこれがない状態です。ちょっとこれプロトタイプで、作ってみたんですよ。要はエレキギターの3弦4弦5弦6弦のチューニングなんですね、これ。だけど長さはほぼウクレレと同じ、つまりここから今これここにジャックを挿してアンプに通してエレキギターになるんですよ。これソリッドタイプといって、サウンドホールがない電気信号だけで使うもので、これどういうコンセプトかというと、このエレキギターが実はすごく弾くんですよね。エレキギターをウクレレみたいに手軽に扱えるのないかなということがまず1点と、あとエレキギターってですね、考えようによってはウクレレと同じぐらいの簡単さがあるんです。例えばですけど、このギターでいうところ、この、要は、この並びで行くと C って、こことここで C 押さえられたりで、これで C とか結構簡単で、今ウクレレやってる人にも、もしかしたらこれ、ギターというのが、だからこの楽器の、まず名前から作んなきゃいけないというふうになって、これね、まず名前を紹介させてください。リフレレというふうに一応、課題つけてます。リフレレ。ね、リフっていうのは何かというと、例えばこういうフレーズ聞いたことありますよね。でっ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 、これ、ディープパープルのね、スモークオンザウォーターという曲ですけど、これってコードではなくない？でんでんでん、でん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 。要は、リフというのは、フレーズっぽい、要は、歌のバッキングのことを言うんですけど、このね、エレキギターって、だいたいエレキギターのイメージってこういうところで、テル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 って、なんかギターソロとかあるじゃないですか。このね、リフレレは、ギターソロは、なんかそういう意味ではうまく弾けないんですよ。だけどこういう演奏部分に特化したリフだったらこれできるよ。リフレレという名前で、これ今開発しているところです。それのプロトタイプがですね、やっと今、日本に届きます。日本に届いたということはどういうことかというと、このガズのわがままウクレレを作っている、ベトナムのGラボ工房のモジャ君といろいろ相談し、こんなの僕面白いと思うので、ちょっとプロトタイプで作ってみてよということで、とりあえずボディの形とかを後で考えればいいから、とりあえずこの音がね、しっかり鳴るのかとか、弾けるのかとか、この、長さ、こんな短いので、エレキギターが再現できるのかということで、とにかく、もう、一番早く、それが再現できる、プロトタイプを作ってくれということで、ボディはただのこれ、お弁当箱みたいなもんなんですよ。そしてこれが来たんですけど、これなんでこれが付いてるかというと、これね、これなしだとね、ものすごい弾きづらかったの。要は、とにかく、こういう風になっちゃって、なんていうのね、安定しないんですよ、ボディが。で、これを iPhone のね、昔の iPhone のこの箱を、今こう、ちょっと仮に付けてるんですけど、そうするとこうやって弾いた時に、ものすごくこう、ちょっとカメラ下げようかな。安定感が高まるんですよね。こういう風に弾ける。これがもしなかったら、これぴったりついちゃって弾きづらかったんですよね。なんで今これ仮で付けてるんですけど、とにかくこういうものを今開発してるぞということで、ちょっと音聞いてみたいでしょ。今日はこれ演奏してみたいと思います。いろんな曲を。まだ発売になってないんですよ。でもこれ発売したいなと思ってるってわけです。で、今日のこの動画見てもらって、あ、こういうアイデアはどうかみたいなのも、ぜひいただけると面白いかなと思ってます。実はこれ、ちっちゃくてコンパクトなエレキギターなんで、エレキギターとかギター弾ける人もこれ、違和感なく弾けるんですよ。チューニングはウクレレと違いますよ。ここ、4弦が E、3弦が A、2弦がだから、D ですね、D。
で、一弦が G ってことになるのかな。だからギターのチューニングそのまんまで、オクターブもそのまんまで、一弦と二弦がないというチューニングなんで、いわゆるこのローコードでギター弾ける人はこれ全部弾けちゃうという。ここがキーポイントでございまして、だからギター弾ける人はもうこれすぐ弾きます。だけどウクレレ弾いてる人はちょっと一回覚え直しになるかもしれないんですけど、結構この大きさとか親和性結構あるんで、その辺のこともね、今後ね、これが本当に商品になった時には、簡単リフレレ教室みたいな感じでやるのもいいかなと思うんですけど、今日はちょっとね、まあお披露目ということで、アンプにつないでいきたいと思います。そしていつもご案内しているこのガズのわがままウクレレってピックアップがついてるんですけど、それに伴ってガズレレではアンプもね今開発してる最中なんですけど、今まだねいろいろないんですけど、今だからそういう意味でいろんなギターアンプを僕ね買っては試しということで、うちにいっぱいギターアンプあるんですよ。その中でもちょっと最近お気に入りのギターアンプでやろうと思います。これです。ボスのここに刀って書いてある。ごついなって感じ。このギターアンプ結構ね、これ乾電池で動くコンパクトタイプなんで、これでちょっと、繋いで、どんな音するのか、チェックしてみましょう。普通にこれはね、結構面白いです。エレキギター弾ける人にとっては最高のおもちゃになること間違いないと思います。で、僕ね、すごく大胆なこと考えて、この形で来た時に思ったんですよ。ここの形、よくこういう形になったりしてるじゃないですか、ギターの形。ここをザコッとはめて、ここのボディのところはその日の気分に着せ替えできるようにしたらいいんじゃないかなと。フライング V にしたい人は、今日はフライング V だってこうガサッとはめると、フライング V の形になると。こんなの面白いと思いますね。いや、じゃあちょっと音鳴らしてみよう。まずはクリーントーン。ナチュラルな音からいってみましょう。電源入れました。はい。ボリュームを上げます。いきますよ。なんか今ねここに赤いガズの本があるんで、赤い本っていうのはこれですよ。これの中から一曲選んでなんか弾いてみようと思って、今パッとこう開いたところに赤いスイートピーがあったんで、これ弾いてみると、せーの、春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ、タバコの匂いのシャーみたいな感じで、こういういわゆるね、いわゆるアコースティックっぽい音も一応混ざせる。知り合った日から半年過ぎてもあなたで手もいないみたいな感じで、クリーントーンもいいですよ。で、エレキギターっぽい感じでやると、僕の大好きなメタリカの曲の名曲とかやるとこんな感じになります。こういうのもできます。そしてエレキギターといえば、やっぱこっちよりジャーンの方じゃない、ちょっとそういう音もチェックしてみましょう。今ちょっとこれゲインというところを上げますと、こんなふうにいきなり来るよ、いきなりジャーンと来ますよ。すごくないこれすごい、ほらこういうことができるんですよ。で、ちなみにエレキギターのこの、今ね、パワーコードっていうエレキギターならではの弾き方をしてるんですけど、例えば F だったら、ここと、ここの2箇所押さえるだけでもう F なんですよ。C だったら、例えばここと、ここと、ここでこうやって押さえるか、あるいはこことここでもいいんですよね。つまり結構簡単なんですよ。F でやると、今これ F。そしてね、エレキギター独特のミュート奏法っていうのがあるんですよ。こういうやつです。こうやって普通に弾いて、普通に弾くと。でしょ?これミュートすると、これがかっこいいんですよね。はい。ちょっとこれでデモ演奏やってみましょう。今すぐキスミーとかやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。今すぐキスミー。ワン、ワン、ワン、エヴァン、ミュース。大好き。だから笑ってよ。今すぐキスミー。ワン、ワン、ワン、エヴァン、ミュース。アンスリー。I love you so.楽しいでしょ。これは、だから、右手はちょっとウクレレと同じで、やっぱり右手の方がね、難しいところあるんですけど、一応コードだけは。
こんな感じで結構簡単に弾ける。しかもこのエレキギターのドライブ感いいと思いますね。そしてこのねリフレレのすごくいいところは、チューニングがですね普通にギターと同じ E、A、D、G だから、このまんま例えば武道館ライブをやるバンドに混ざって巨大なマーシャルアンプにつないでもこれできるんですよ。はい。そしてこっからがガズレレのちょっとね独特の面白さにつながるんですけど、もちろん普通のエレキギターとしてこうやってねものすごい大きいアンプにつないでレコーディングしたりとかできるんですけど、やっぱりテクノロジーなんかこう関連付けたいなと思ってて、なんかわかんないですよ。アプリと連動させて、その中で自分でなんかいろいろこれとこうアプリで繋がって面白いことができるないかなとか、いろんな音をヘッドホン経由で試せるのはどうかなとか、いろいろそういうことを考えています。なんでここになんかデバイスがあって、そことこうなんか、Bluetooth で繋がってとか、そんなことをね、考えてるんですよ。で、両方使える方がいいと思うんですよね。普通のエレキギターとしても使えるし、あとはそういう、スマホとかアプリとかそういうのを連動させるデジタル系のものとリンクさせるっていうのも面白いし、まあなんせこの小ささですからね。それこそ、まあコロナがちょっと収まってきたら、ギター弾ける人とかウクレレ弾ける人がやっぱり集まった時に、じゃあ僕今日リフレレで行こうかなってこれで弾いちゃうわけ。で、まあ、ガズもそうだけど、やっぱりエレキギター好きな人ってやっぱ多いんで、例えばこういうことができるんですよ。これはね、知ってる人はわかる。ガンズ&ローゼズのパラダイスシティとか、このリフレレでやったら結構テンション上がります。わかる人にはわかる。いきますよ。ワン、ツー、スリー。Take me now to the paradise of what it was in my eyes of blue. I want you to take me home, yeah yeah. Take me now to the paradise of what it was in my eyes of blue. I want you to take me home. こんな感じでテンション上がっちゃうやつです。これはこういうロックの王道の曲をこのジャーンジャーン、この気持ちよさ、ギターエレキギター弾いてる人がこのコンパクト感でできたらすごいなと思うんですよね。でもちろんそのデバイススマホとかでいろいろつながるのもすごくいいと思うんですけど、あとはやっぱりこういうちっちゃいもうなんていうかな、本当持ち運べるポケットサイズのアンプのセットとか、あとこっから音が出るとかもいいかもしれないね。ゾウさんっていうギターがありましたけど、こういうところから音が出るとか、なんかそういう全く新しい楽器の価値観ですね。で、それをジーラをガズレレはずでやろうと今思っております。これめちゃくちゃ面白いことになるんじゃないかなと思って。これね、世界的にね、これシェアしたいんですよね。もう世界中見てもエレキギターのこの楽しみ分かってる方もいるし、で、今回やっぱガズレレじゃない、もともとはね。で、ガズレレの方にも、これ5度コードって言うんですけど、この2本の弦を押さえるだけで、大体のコード弾けるっていう、この感覚だと、なんか世界がまた広がるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、これは別に本当サボりの楽器でも何でもなくて、エレキギターの、2つの弦をただ、省略してるっていうことなんで、できることはギターと、まあ、一緒なんですよね。つまりギターソロみたいなのが別にできるっちゃできる。こんなこともやろうと思います。そしてそうだ、もう一個一応音を紹介しておこう。今は、こう激しいジャーンっていう音だったんですけど、ちょっとその間の音なんですね。クランチサウンドと言うんですけど、ちょっとにわかにこう、ちょっとね、こう元気がある音と。そうするとね、例えばこういう感じで。あ、これちょっとね、ファンキーなカッティングみたいなのも結構できると思います。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
で、これ今問題になってるのは、この弦の太さをどうしようかな。まだちょっとね、ぴったりする弦が見つかって、これちょっとね、ちょっとエレギターに比べるとテンション硬いからと言って、この研究を今進めています。あともちろんこのボディの形どうするんだとか、あとさっきも言ったようにスマホとどういうふうに連携させて、どういう面白いことができるかということを今模索中。面白くない？ほんとこれね、もう来てからずっとこれで遊んでるんですよ。もう僕ももうパンクロッカーですから、やっぱこれはやりたい。かっこいいでしょ。もうこれずっと弾いてられるやつなんです。これエレキギター弾ける人はこのね、なんというか楽しみわかると思うんですけど、これが、今開発中のリフレレの全貌でございました。もちろんこれね、バンドやってる方、ね、このギターでバンドできますよ。ライブできますよ。音つないででっかいアンプでドーンと爆音でもできるし、こんな感じでこのちっちゃいアンプで家でね、こっそりこう楽しむこともできる。これはね、最高ですね。で、もちろんね、この、ガズレレコード表を見ても、慣れてきたらすぐできますから、本当に。なんか、それがね、楽しいかな。いろんな楽器でセッションするのもいいかな、というふうに思いますね。あ、これ、ブルーハーツなんかも絶対いいはずですよ。ブルーハーツ、コードがね、シンプルだし、これ、ウクレレの人と、このリフレレの人と一緒にやると。ちょっとじゃあ、リンダリンダやってみましょう。ちょっとね、アンプも、ちょっと音を途中で切り替えたらいいです。いきますよ。ドブネズミ、みたいに、いいね。ウクレレの癖が出ちゃう。美しさがあるから、こっから音でかくなります。ワン、ツー、スリー、リンダ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 、もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を教えてください。リンダ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 、もうもう面白い。これは可能性感じちゃいます。この名前リフレレ、ちょっと覚えておいてください。来年なんかね、何かしらこうファーストアクションを起こせるかな、やばいいかなと思ってます。はい。で、今考えているのは何回も言いますけど、もちろんこれ普通のエレキギターとしてバッチリ使えるっていうのは、当たり前なんですけど、それ以外のことでなんか面白いガズレレならではの、アイデア、今なんかいろいろ模索中です。なんか面白いこのアイデアどうっていうのあったら、もしコメント欄にお願いいたします。ね、これね、よく見てください。これこの楽器用のこれピックアップっていうね、まあエレキギターのこのマイクなんですけど、これ作ったんですよ。世界で一個です。こういうのも。こういうのから一から作ってるんで、ちょっと時間とね、手間もすごくかかっちゃってるんですけど、でもその分ね、これはね、もう世界中が、ああ、そんなことできるのっていうものになるとね、面白いなと思ってるんですよね。はい。ちょっと今この箱がヘンテコな形してね、これ裏こうなってんですよ。ビスで止めてます。そう。いいのかなって感じですけど、まあとにかく、今日デモ演奏で弾くときに、やっぱりこういうのがないと、台がないとちょっと弾きづらかったんで、言いますけど、まだ色々改善の余地はね、ものすごくあるんで、弾きやすさとかそういうのは、またこれからどんどん行きます。これはだから、もじゃくんが、ベトナムの工房である、ベトナムこのGラブ工房の中にあった、まあ、木材を使って本当に急場で作ってくれたやつなんで、これを元にして第2弾第3弾という感じでどん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 ブラッシュアップして、いきたいと思っています。今日はね、今開発中の商品の裏側ご紹介でした。リフレレですよ。いやー、これも仲間に加えたい。この初めてウクレレとわがままウクレレの仲間に、あ、これだからね、これね、こっちウクレレってこう中空洞じゃないですか。こっちってエレキギターだから中ね、これ普通のこれ木なんですよ。ソリッドボディって言って、ここでは響かなくていいわけ。あ、そうだ、これ一応皆さん伝えておこう。今アンプでさ、こうやって音を出したんでしょ。こういう音聞いてもらったんだけど、これボリュームを絞って電源オフにすると、聞いててください。音ちっちゃいんですよ、すっごく。ほら。つ
まりこのウクレレみたいにこのサウンドホールといってここの穴に響かないんで、この穴に響いてるからウクレレって音が大きいんですよね。だから音の大きさで言ったらこっちの方がほらはるかに大きいでしょ。この音量に対してこの音だもん。だからこれ練習はね、家でこっそりこのちっちゃい音でできるかなとか思ったりします。そしてあとギター弾く人に言いたいのはですね、ギターよりここの弦の幅がね長いんですよ。これウクレレのネックに準じてるんでね、そこが面白い価値観かなという感じで、今までにない楽器、新しい楽器作っちゃおうという、そういう面白いプロジェクトが始まってるぜというシェアでございまして、ワクワクするでしょう。はい、これ私エレキギターはちょっと無理だなと思う方もいるかもしれないんですけど、さっきも言いましたけど、これの初心者レッスンも、やっていく予定ですんで、そんなこともね来年はちょっと楽しみだなと思っております。はい、あっちからこっちから楽しく音楽豊かにね、自分で音楽を奏でる、これはやっぱりね、ガズレレとしてはこうどんどん突き進めていきたいんで、またどんどんいきますよ皆さん。でアイデアね、なんかこんなことあったらどうだろうというのね、あったらぜひ聞かせていただきたいんで、コメント欄までお願いいたします。そして重ね重ねなんですけど、このガーズの初めてウクレレの大好評で、皆さんにご購入いただいております。これやっぱり軽くて持ち運びよくて手軽なんですよね。でリーズナブルなんで、プレゼントとか、ウクレレ私始めてみたいけどどうしようっていう方の最初に一歩に本当に最適なんで、こちらガーズの初めてウクレレ、重ね重ねよろしくお願いします。そしてこっちはね、もう皆さんお馴染みでしょう、ガーズのわがままウクレレ、こだわりが詰まった一本一本ハンドメイドのもう最高品質のウクレレをお届けしております。その辺のことを全部、ここにリンクかけとくんでね、ぜひご覧になってください。もちろんこのリフレレはもうちょっと発売先になりますけどね、なんかこれすごいよね、ガガガガガみたいなイメージありますけどね。はいはい、これもちょっとお待ちいただいて、あとはですね、はい、この2つガズクラブとガズレレ大学、これも今ものすごい盛り上がってんすよ。実は今夜、ガズクラブのクリスマスパーティーがあります。オンラインで世界中で捕まってもクリスマスパーティー、みんなでシャンメリー飲んで乾杯しながらもう大合唱します。今日の夜は暑くなる、楽しみです。でガズレレ大学の方はそういうのとはちょっと違う、本当にお勉強です。もうリズムを、もうちょっとノリを良くしろとか、ここをこういうしようっていう感じで、みんなで結構ストイックに、もうなんて言うんでしょうかね、もうある意味なんかこう繰り返しの作業が多いんで、こうなんつうのかな、ある意味修行みたいなもんですけど、それはね楽しいんですよ。そっちもねぜひガズクラブはこう楽しいやつ、こっちはちょっとね、ストイックなこうリズムやっぱあれ野球でいうと素振りみたいな、サッカーでいうとこうリフティングをずっとこうやって、そのリズムをねこう徐々に高めていこうという、こうワクワクがこうね、一見地味ですけどこっちも楽しいということで、この2つのこと概要欄に書いてますんで、ぜひよろしくお願いします。さああっちからこっちからガズレレ、楽しいこと盛りだくさんです。皆さんこれからもガズレレよろしくお願いします。そしてねクリスマスですから、ウクレレでクリスマスバンバン歌っていきましょう。はい、本日はこのリフレレ作ってます、開発してますという動画でした。皆さん楽しく音楽してください。さよなら、バイバイ、またね。